札幌駅前広場から見た札幌駅前通りすすきの交差点札幌駅前通りは札幌市中央区にある都市計画道路札幌駅南口を起点とし中島公園に至るメインストリートになっている起点から北一条西三丁目交差点までが北海道道十八号札幌停車場線北一条西三丁目交差点からすすきの交差点までが 国道36号、すすきの交差点から終点までが札幌市道になっている。南市条通りからすすきの交差点までの間は、歩道側に札幌市電が運行している。北海道日本ハムファイターズがリーグ優勝や日本一となった際には、駅前通りで優勝パレードを行っている。札幌駅前通りは、台通より北側を間地として建設した。 開拓資本庁舎の東正面通りとして造成した。1880年に、幌内鉄道の中間駅として、札幌停車場が設置されると、幅20軒の小樽通りが、停車場通と呼ばれるようになった。なお、連続する道路は、大通以南から阿武タ通になるが、幅11軒と、道路幅が異なっていた。1885年には、ニセアカシア、シダ 桜といった街路樹を植樹した記録がある。明治中期には、館地の民間払い下げによって、次第に街並みが形成されていき、1906年に札幌初の百貨店となる五番館が駅前に進出した。1918年、中島公園をメイン会場とする街道50年記念北海道博覧会開催に、 伴い、馬車鉄道を急遽電化する形で、札幌停車場中島公園間に路面電車を設置した。その後、路面電車は、道路事情の変化や札幌市営地下鉄開通によって、次第に路線を縮小し、1948年に、すすきの中島公園間が、市電最初の廃止区間となり、1971年に、札幌駅前、大通館、 1973年には大通す月の間が廃止となって駅前通りから市電が姿を消した。戦後になると札幌市が駅前通りの拡幅を計画するが、国道36号沿いの商店街は敷地が半分になってしまうため道路拡幅に強く反発し、話し合いは10年にも及んだ。最終的に当初からの計画街路36メートルは変更しないが、 市街地改造法を併用して、地元商店街の犠牲を最小限に抑えることで合意し、1963年から1970年にかけて駅前通りの拡幅事業を行った。1971年に駅前通りの地下に、札幌地下街、札幌市営地下鉄南北線が開業した。1976年には、札幌市営地下鉄東西線が開業している。 2011年に開通した札幌駅前通り地下歩行空間の地上部分となる駅前通りの工事では札幌駅から大通館の片側3車線道路の外側1車線を歩道として地下歩行空間との出入り口を設置し片側2車線となった道路に荷物搬入時などの停車スペースを確保したまた中央分離帯に植えられていた春ニれなどの街路樹を 北海道大学の農場や市の炉の清掃工場に移植した。2015年からは札幌市電のループ化開業に伴い、駅前通に再び路面電車が走っている。札幌駅前通り北外区地区として、札幌市景観計画の重点区域になっている。地下には、札幌駅前通り地下歩行空間、札幌市営地下鉄南北線札幌駅、大通公園の地下に、 大通駅がある。オフィスビルが立ち並んでおり、都市再開発によってビルの大規模化、複合化が進んでいる。大通公園の南側からススキの交差点までの間は、4番街として、百貨店、ファッションビル、量販店などが立ち並ぶ、商店街、繁華街になっている。また、南一条通りからススキの交差点までの間には、札幌市電が運行している。 路面電車が歩道側を走行するサイドリザベーション方式を採用しており、両側に狸工事停留場を設置している。地下には札幌地下街があり、大通駅とすすきの駅に接続している。2011年の都市再生特別措置法一部改正により、道路専用許可の特例制度が設けられ、 札幌駅前通り大通地区の国道36号が全国の国道で初めてこの制度を活用した施設、大通り座ろうテラスを開設した。ススキノを縦断して中島公園に至る指導区間。片側に車線であるが中央分離帯は設置していない。ススキノ周辺は雑居ビルなどが立ち並ぶ、歓楽街になっているが中島公園周辺は 比較的完成となりホテルなどが立地している。菊水朝日山公園通行店の地下には中島公園駅がある。札幌雪祭りススキの会場になっているススキのアイスワールド開催時は月寒通2から南7条通りまでの間を時間帯指定で歩行者天国とし道路中央部に表像を展示している。ススキの交差点にあった商業施設のススキのラフィラは閉館し、 解体後に新たな複合商業施設を建設する。ありがとうございます。